本日欠席ですが出場が決定しております。残り、2選手、タイレオンファイティングスポーツジムロム・イーサン・タイガーレオン選手、そしてカンボジアピッチ・ソムパッツ選手、そして最後の1名は後日ノックアウト公式 X にて発表させていただきます。お疲れっす。はい、お疲れっす。相手どんな感じですかね。決まってないのやろ。まだ決まってんの？何？あの12月30、相手4人。一応その会見で見て、うん、今後のピッチとロムイさんとタイムコンは確定したんだ。あと一人はその十文字のコンコネル、シゲマリ君とかが行くやつ、はいはい、をまあまあ見て、まあいろんなところが角度からも人間やろうけど誰かっていう感じやけど、はい、まあコンコネル、コンコネルって来てるから日本やと思うね。ってことはタイム君ともう一人行ったところで日本人が抜擢されるやんか絶対。クンクメール、クンクメール、クンクメールっていうかクンクメール、カンボジア人、タイ人ですよね、ロムイさんは。うん、ロムイさんはタイ人。いや、からその外人、日本人やから、はい、その工業的にはもう一人日本人っていう感じやと思うねんな。はい、もちろん、燃えたタイ人、燃えたイ、まあ、クンクメールで、ノックアウト、ノックアウトやと思うねんけど、はい、なんとなくのその予想は自分の中であんねんけどな、どういうあれになるかっていうのは。もちろんあの一発目準決勝は初めの方やろ、試合はい、初めというかもう第1試合とかちゃいますかね。第1試合、第2試合、第1、第2とかその辺も、なんで決勝が決まるもんな、はい、ってなった時にああいうなんちゅうのやろ、今回オープンフィンガーや、はい、オープンフィンガーっていうことは、まあ、もちろんそのノリノリあんまりよく分からないけど、そのグローブのなんちゅうのやろな、遠くなる近くなるとかっていうのはそんなあんのかもしれんけど、はい、こないだの試合ってなった時のタイム君とやったロミーさんの試合とか見とったら、はい、なんかもうオープンフィンガーだとタイム君有利だと思うねんな。はい、なんとなくやで、はい、ってことでピッチとロムイさんってやったらレベル的に絶対ピッチやと思うねん、はい、選手のレベル的にははい、ほんだら、この間のまあリベンジも兼ねて一発目その準決勝でタイム君対ロムイさんでオープンフィンガーで試合やと思うねん。予想どう？え？そのどう思う？そうなんじゃないですか？ほんでもう一人っていうのは、はい、まあ準決勝で日本人対ピッチとかするやんか。ほんでそれで勝ち上がった方がもちろん決勝で行くねんけど、はい、その中の A 的に浮かんでんのがタイム君対ピッチになってくるとは思うねんけど、はい、だけどもう一枠って、もう一つの準決勝っていうのが今度のカンボジア中央地のコンクメール見るって言っとったけど、今度行くのが重森くん、俺やん、はい、なんか重森くんのような気がすんねんな。あ、もう一枠が重森と重森選手、重森選手とピッチ、うん、準決勝で。ほんで勝った方、もちろん重森選手も強いから、どういう展開なのか分かれへんけど、はい、ひょっとしたらそのノックアウト同士の決勝になるかもしれんし、はい、ノックアウト VS ピッチ、タイム君ピッチの本物のリベンジっていう、その間接的じゃなく本戦のリベンジになるか、はい、間接的なリベンジになっても重森君強いやんか、はい、その中で、まあ、その階級的なことも、その何キロとかっていうのもあるやろうけど、はい、なんかそういう映画浮かんでもしゃあないで、ね、もう心筋梗塞になりそうやわ。
今回の発表、うん、もうずっと言わんかったもんね。ほんまやで、あんなもうほんま、なんやな、ほんまさっぱり、ほんまにちょっと12時までドキドキするかな、YouTube、あの方の YouTube 見るまで、ほんまにあの心臓やばいわ、思って、心臓のリハビリしたり、治療してんのに、一番悪いわ、これ、薬借りてんのかなと思って、ほら、乗ったぐらいやのに、これ。いや、もう。うん、いやいや、もうどちらにしろほんまに終わりの刑は全てをしてて、あの一連の刑は12月30日にありやと思うねんけど、はい、またすごいことで今年は終わるはずやね、はい、まあ、終わるはずというか終わるね。だから結果そこは一番最後にリングだっていうのは太陽君っていうのは分かってんねん、もうその絵は分かってんねんけど、ただそれまでの過程がどういう状況なんかっていうのを気になって今お電話させてもらってるんですけどね。はいはい、どんな感じですかね。もしちょっとでも分かってる情報あればちょっとでも教えてもらえたら、僕もあの当日のサポートの仕方とかいろいろまあ前もって考えたりできるんでね。いや別に誰であっても同じでいいよ、サポートの仕方。もうちょっと盛り上げてや、もうちょっと。誰でも同じでいい。同じやねんけどな、まあ、はい、どちらにしろ日本人が決勝に上がってきたら、はい、ちょっといつもとちょっとパターン変わんねんけど、外人やったらなんか喋ることがないからな。あ、うん、日本人やったらちょっとほんまになんか相手にプレッシャー与えてるようなな、なんか言葉のな、あれは、はい、自分でも考えんねんけど、うん、ほんまに、そうそう、まあ自分はまあ全部分かってるんですけど、言うてよ。いや言うもんだって、言えよ。いやまあ言うもんっていうかあれなんやけど、まあ僕がまあ例えばノリノリに言うでしょ、うん、言うたら誰か人に聞かれた時にこれどうなみたいな聞かれた時に、うん、ほんま言うたらそれでも言うてるかもしれへんし、まあもう言うてないと思うけど、なんかもうやっぱこう発表まで言うとあかんから一応やっぱり、ね、言うてたよ。だからそれだからもうそれその重荷をノリノリに背負わすわけにいかんねん。そうか、その発表はいつやねんやろ、発表っていうか、中盤自慢試合終わって、次の会見というか、次のカードから発表されるのもいつやねんやろかな、その確定っていうのは。今週でしたっけ、今週試合ですよね、クンクメール。クンクメールは、今週の金曜日。ね、よしってるやろ。うん、やったら、うん。うん、今週いやけど多分 それでもう山口元気代表からしたらそれで確定はもちろんするやろうけど、はい、その一般に発表されるのはもうもっともっと後やと思うねや。はいはいはい、だからその間ほんまになんかその間にもしうわー順平ってなった時にそのまま何も分からんまま天皇ごったあかんやろ。そんな体調悪い今大丈夫です。ほんなんもう無理やん、横浜来てもらうの。なんて？ほんなん無理やん、横浜来てもらうのも、そもそも。もしもーし。いや、もう行くよ。じゃあ、もう行くけど、はい、だからまあ、そうやってな、それは、上の世界って分かればええで、ああ、無性の世界って。いやいやいや、今だからちょっとほんまにちょっと前向きに考えといて、それ今タイムも一緒にスピーカーで聞いてますよ。タイム君もちょっとお父さんに黙って LINE してくれへん、こいつやねんっていうの。
無理ですね。まあ、大体のことが、大体というか、まあそれでも僕が知ってる限りでも、これマジで僕が知ってる、まあ知ってる知ってないって言って 100% 知ってるけど、まあまあだから8割5分確定、確定みたいなノリです。はい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 、なるほど。はい、まああとはほんまに15日を見て確定って感じやねやろな。そうですね、うん、まあもちろんそこからっていうのも、まあ、違うとこからっていうのもあるやろうけど、まあ、まずはそこを見て、ほんで最終的にどうしようかっていうところやろうけど、はい、今の現段階ではそういう感じだとは思うねんけどな、はいはい、思うねんけど、もうちょっとなんかヒントくれたら、もう今では今そうやってヒント言うてるよ。今のさっきノリノリが言うとったやつの予想的に、まあ当てが当てない別にして、いい予想やろ。どれで、聞いてなかった、どれでしたっけ。どれのことですか。いやいやいや、そんな、なんてないですよ、そんな、まあまあなんてないですよ。ごめん、なんだ、ごくすり、なんでなん、なんか考えてしとったら心臓に悪く弾かかりやった。弾かからんて。いや、そうだね。そうやって、いや、まあまあ、飽きられへんようにしとかんと、こっちも飽きられへんようにしとかんと。飽きへんやん、わしぐらいやで、もうこんだけもうほんまに飽きてないの。タイムのことを、うん、もう飽き、全力でサポートするよ。飽きひんようにしてもらうんだから、気になるでしょ、うん、気になるから、気にしてくれるやん、うん、ほんならタイムのこと考えるやん、うん、ほんなら嬉しいやん、そうしてってだから、ほんならちょっとなんか紛れてこう頭が紛れて、はい、な、鬱にもなれへんし。鬱なってんの。もうこんだけ考えたらどうやろうどうやろうってなったら、まあちょっと心療内科でも行ってこらほんなもん。OK、 ほんならわかった、今俺これ動画回してるけど、動画回してて今喋ってる声聞こえてるけど、ほんなら、これ今見てくれてる人にも、ノリノリにも、まあまあワンデートーナメントの4人、ロムイさんとピッチとタイムともう一人っていうのが気になってるやろから、一人だけノリノリ今言うて、でそれで当たってるんやったらそれって言うわ。一人だけ言うてって、残りな、うん、一人、一枠な、この人ですかって言って、うん、重森君消えたな、これは。おそれは消えた、ちょっと言うていいかな、これでズバッと当てて、うん、うん、もううん、あんた、今度は当てるから、はい、この日本人は日本人、そう、分からん。それ選択肢狭めたらあかん、いっぱいおるからね。せーなー、うん、難しいねんなー、これでもな、重森君とか基本大都休憩やもんなー、だから
体重がどういう方に。ここカットやな。いやまあほんま重森くん消えて消えたってなったら、はい、2人おんねんけどな、自分の中では。はい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 。いや3人おんな。3人おる。うん。はいはいはい。その3人のうち1人入ってたら入ってるって言ってくれたら。ありがたいねんけどな。3人のうちだから3人今から名前あげます、うん、でその時に3人のうちに誰か、その中に一応今の現段階ではその中に1人おるよっていう感じやねんやったら、はい、教えてもらえたらあれやねんけどな。なるほどなるほど。うん、まあとりあえず1人言うて。1人いきます。はい、1人目。どっち。総一郎選手、お疲れした。もう1人言うで、2人言うで。それだからあれやろ、今回のクンクメールの人を、今回クンクメールの試合に出る人を今言うていこうと思ってるだけやろ。違う、それやったら3人おれへんやん。3人おらへんか。うん、うん、いや、あ、なんか分かったような気がする。それでもう1人言って誰誰って言って、うん、誰誰って、うん、いや、その3人言う中でも一番候補は1人おるわ。で、今の新たは？いや、新たもやねんけど、それはだから今度の15日のコンコメールを見てっていうので、まあそのコンコメール見てっていうのはそこで示すねんから、もちろんそれが土台になった考えになるわけや。はい、だからそれでも新たくんとか出てるけど、はい、この辺もカンボジアとか行ってやるからな。はい、まあなんかこの匂いがそんなっていうのは、うんうん、まあもちろん重森君、一番最初に言った重森君っていうのは、まあ、ちょっと会議的にちょっとあれ微妙やけど、まあ、重森君、うん、新田君、はい、まあ、これも新田2人目。いや重森君消えたからさ。消えたからどちら、なんか何だ、3人名前出す、ね、結局3人名前出しますか。名前、いや、だからもう普通で考えたら、ほんとこれ言うとこ普通で考えたら、その重森君っていうのは、まあ、言うとったけど、お父さんの喋り方でまず消えたから、はい、で、その中でってなった時に新田君か下地君かってなるやん、絶対自動的に。うんうん、クンクメール、クンクメール運動っていうのを抜けて考えた時に、はい、この子やなっていうのは一人おんねん。うん、言うていい？はい、小森玲也くん、待て、小森玲也、あ、ピッチとやった、うん、はいはいはい、あれもリベンジになるわけやんか、まあ、はいはいはい、っていう栄養を想像すんやったらそれもありえんなっていうのもあんねん。うんうん、うん、これが今2人目、3人もう今ので、いっぱいいっぱい名前出たけど、頭の中でまだ候補では言うてる、誰も言うてないよ。せっこせっこ、こうやって頭の中におるやつを今並べて言うただけで、今から候補出すねっていう意味。いや、今からほんならそれ以外の選手を今から出すってこと。もう選手知らんやろ。最終決断、今お父さんと喋ってて、ノリノリの営業力確かめてみて、今お父さんと喋ってても答えが出た。答え出た。ちなみに言うよ、うん、今名前全員出たやん、いろんな、うんうん、誰も入ってない。お疲れした。